こんにちは、ヒロです。秋元です。今日は秋元さんの治療の、動画を撮りたいと思います。はい。今日はどんな感じですか？最近ちょっと本当頭痛がひどくて、はい、でちょっとめまいとか、はい、ちょっとよくわからないんですけれども、はい、そのままもやもやしてる感じとか結構あって、はい、ちょっと原因がちょっとわからなくて、はい、はい、ちょっと先生に直していただきたいなと思いました。わかりました。はい、じゃあ今日はじっくりやってみましょう。はい、お願いいたします。はい、じゃあそちらですね。はい、頭痛と首の肩の凝りと、はい、あと実はちょっと、はい、足もちょっと張って、足もちょっと張ってるんじゃないですか。はい、張ってるな。はい、はい、お願いします。エンディさんのヘルニアの、あ、よかったでしょ。はい、はい、あれですね、はい、知識もあるので針が大好きなんですね。はい、え、もうそのエンジンさんはよくもう常連さん。そうですね。最近久しぶりに来たんで1年ぶりぐらいにね。あ、うん。エンジンもユーチューバーなんですよ。あ、はい、うん。ユーチューブやって。なんか見ました。見た？なんかトレーニングやってるところ見ました。そう、トレーニングもあるし、あとそのタイマッサージとかね。はい、いろいろレポートしに行ってる。それも仕事なんですよ。もう僕、うん、初めて光りましたね。あったの？昨日何？あれですか？イベントがあったの？イベントがあって、渋谷で、うん、渋谷のロビーで、はい、ジョイフル。あ、ジョイフル、はい。で、ハンバーガー、コラボの第3弾。あ、そう、わかります。光るバーガーでしょ？そうそうそう。チーズが乗ってるやつでしょ？知ってるし、よく、私。で、昨日、うん、それの、そのイベント初日だったんですよ。はい。で、光る僕も一店長として行きますみたいな感じ、うん、はいはいはい、よかったね。ただ、うん、僕ちょっと整理券を、うん、が発行されて、整理券のある人じゃないと、はいはい、入れないんだなんですけど、うん、まあちょっと諦めきれず、はい、外で見てたんです。はい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 、はい、でちょっと諦めて帰ろうかなと思ったら、うん、光るの、光るチームの、はい、どう前さんとか、そう、佐々木さんって人がいるんですけど、はい、佐々木さんと偶然会ったんですよ。はいはい、帰る直前で、はい、でもう今日どうしてもちょっとその思いっていうのを佐々木さんに伝えたんですよ。はい、と佐々木さんも気遣ってくれて、うん、ワンチャン一般でも行けるかもしれないですから、ちょっと待っててもらっていいですか。はい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 、で本当に運よく運よく入れたの。はい、あ、よかったね。そうなんです。実は僕、うん、転職、転職じゃないの、転職、転職っていうのか、最初職場を変えたんです。はい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 、ちょっと前までの職場でちょっと働けなくなってしまって、それでちょっとずっと1ヶ月ぐらい、うん、就職活動、ああ、してたの、就職活動、ね、はいはい、ちょっとずっとしてたんですけど、はい、本当にどこも決まらず、うんうん、1ヶ月間ずっとニートしてたんですよ。はい、一つの求めないに、うん、新しくやる整体院、はい、見つけて、はい、それで転職が決まった。よかったね。まああと1、2年したらできたら自分でやりたいね。はい。ね。ただ本当に何て言うんですかね。はい。うん、要はやりたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど。うんうん、どうやっていいのかっていう、うん、経営的なところ、ああ、そういうのをだからうちで教えるよ。いろいろ教えるっていうか学んでくださいよ。はい、ね、はい。だからそれこそヒロインちゃんもう27年でやれテニスでやられてるじゃないですか。そうですね。そうですね。だから本当にもうヒロ先生の言葉っていうのは、うん、これから自分にとって、ね、
そうだね、まあ、あのいろんなあの実際にそれで生き延びてるわけだからね、うん、まあ、あの参考にしてもいいかもしれないね、うん、はい、本当にそうですね、あのいいですよね、学んでください、ね、いろんなこと、それで、あの自分が就職中に、うん、専門学校の頃お世話になってた先生が、うんうん、亡くなって、亡くなられた、あ、そう、おいくつ、でも60、まだ若いじゃん、60だったら60ちょっとぐらいね、急にちょっと亡くなってしまって、うーん、でも先生も、うん、とかも出れなかったんですよ、うん、自分もやっぱり休職中で、うん、その合わせる顔がないっていう言い方がちょっとあれかもしれない、はい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 、ちょっとね、そこもあの参列するとやっぱり知り合いが合うじゃないですか、うんうん、で今何やってるのとかって聞かれたくなかったっていう、あ、その方は何会話をしてたの、あ、はい、あ、そう、なんだっけな、どこでやったの、小竹の前なら、はいはい、うん、で、なんでも30年ぐらいやってた、はい、リハル整骨院って言うんですけど、ね、で、リハル整骨院30年、30年、はい、ああ、じゃあかなり極めてたんね、あ、だから、先生とかこう分かるかも、まあ、分かるって言い方もちょっとしてれば、はいはいはい、やっぱり長くやってれば、うん、自分に何か教えてくれる人っていなくなるじゃないですか、そうですね、だから本当に自分教えてくれる人がいなくてですね、わかるわかる、わかりますよね、わかりますよ、私だって教えてもらえる人いないから、だから自分で言ってなんか余計そうじゃないですか、そうですよ、開業しちゃったらもうそうだね、そう、だから本当に、うん、孤独だよな、あれ、ね、うん、孤独のグルメだ、そうでもそうなっちゃって、で自分でやるとしてもやっぱり頼れないじゃないですか、うん、誰にも、はいはいはい、だからそれが怖くっていうのもあって自分でできないっていう、まあ度胸がないって言われたらそこまでなんですけど、はいはい、うん、だから本当にだからもうその先生死んじゃったらいないんで、はい、それこそ今白院長とか、はい、もう自分より全然経験も豊富な人に少しでもやっぱりいろいろ教わりたいなと思って、はい、そうですね、うん、私も自分の技術をどんどん伝承していきたいんです実は、はい、隠そうと思ってないですね、はい、わかります、うん、だから秋元君とかまだ他にもいるんだけど、はい、ヒロリチルドでもね、はい、みんなに伝授しますよ、はい、で継承してください、はい、ね、でそこで僕疑問に思うのが、はい、先生はここ恵比寿広1店舗でやってるじゃないですか、はいはいはい、なんか店舗拡大とかっていうのを考えて、できたら広メゾットっていうのを広げたいよね、広メゾット、広メゾットで店舗展開もうしていきたいと思ってますよ、ただ募集かけてるのって女性のスタッフじゃないですか、そうですね、一応女性をかけてますね、美容師とかやるからね、うん、はい、しかも針持ってないとダメじゃないですか、そうですね、針をやるからねだからもう要は、うん、僕いう向いてないし、男性でしかも針も持ってないから、針取りに行けばいいじゃない、勉強、でもあれか、経済的なとか時間的なところ、時間的なところ、いろいろあれか、何やってますか、あの会議をここで、ここで会議したわけですよね、うん、でも、でもほら、学校行きながらでも働けるじゃない、まあ、やろうと思う、やるでも思えばね、やろうと思うそうです、まあ、その時ちょっと収入減るけど、でも、その後のリターンっていうのもあるじゃない、うんうん、だから、秋元さんが何を目指してるかだよね、ほぐしっていうか、生態的なことで、結構、それを極めたい、まあ、それを今までやってきたので、やってきたので、今後の展開としては何かありますか、今後の展開、うん、今後の展開としては、なんか展望はある、まだ若いからあるでしょ、いろいろ、秋元さん、水玉ってやってみる、何で水玉、水玉って分かる、カッピング、ポン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 、ああ、なんか YouTube で見たことある、そう、YouTube、それやってみる、体験してみる、やってみよう、ね、これは別に鍼灸師の資格なくてもできるから、だから、まあ何を言いたいかと言いますとですね、今後展開としては、自分で開業したら、一人でやってみる、いや、
なんか一人雇ったりとか、雇います。雇うというか、スタッフ。誰かとですね、一人じゃちょっと無理ですね。ああ。それ、僕今感じてるんですよ。うん？それを今感じてて、実は、働く、今働いてるところっていうのが、うん、オーナーさんが、もともと、お寿司屋さん、はい、で、うん、ご夫婦で、対応されてるんですよ。で、そこに、僕がポンって入った感じなんですよ。今実際そのオーナー、まあ 社長と僕と2人で、じゃあ店をこれからデカくしようみたいな感じでやってます、はいはい、でそれで僕が今感じてるのは、これ1人じゃ絶対無理だなって思って、はい、なんか本当に店を作ってるんです今。ははそう、なんかもともとカラバクとか、他店舗展開してるとこあるじゃないですか、はいはい、そしてもともと出来上がってるところにポンって入るじゃないですか、普通はね、普通は、うん、これから作り上げる、これから作り上げるところに入ったんですよ、うんうん、だから、うん、僕感じたことっていうのは、はい、これ絶対一人じゃ無理だなと思って、誰かと一緒に、うん、はい、これ社長も言ってるんですよ、そう、自分一人じゃ絶対無理だと思って、はい、だから、はい、うん、結論を言うと、はい、誰かと一緒じゃないと絶対無理だなって。あ、逆に言うとね。はいはいはい。で、僕の知り合いでも、やっぱ開業してる人がいるんですよ。はい。で、それで、今こんなこと言うとあれなんですけど、うん、もう失敗してる人の傾向っていうのがあって、はい、一人でやろうとしてる人ってみんな失敗してるんですよ。あ、だから、はい、自分がやるとしたら絶対誰かとタッグを組んで、そうですね、協力していろいろ精査とかした方がいいかもしれないね。絶対そうしないと自分が潰れるって思って、うん、はい、そう、だから自分が、まあ、いずれやるときは、うん、まあ、誰かとタッグを組んでやろうって決めてますんで、はい、そこは決めて、はい、そう、それを最近感じてますね。だから、まあ、僕の周りでも、うん、もういつかは自分一人でやりたいって人いるんですよ、実際、うんうん、でも、うんうん、絶対無理だなと思って、自分もやっぱり最初そうだったんですけど、うんうん、やっぱり店を作る側の立場になると、うんうん、一人じゃ絶対無理だなと思って、はいはい、そう、はい、それを今体感してて、体感してますね。こう、だから自分がやるときはもう絶対誰かとタッグを組んでやらないと、うん、はい、うん、店って作れないって、はい、お店作るよね。はい、逆にすごい、あ、そう、これ俺聞こえてたんですよ、院長に。はい、院長って優子先生とご結婚されて、はい、はい、開業するときって2人でやったんですか？いやいや、僕一人でやったんですよ。すげえ。一人でやって、ずっとね、優子先生ね、優子先生は CA やってたんですよ。あ、知ってます。だから全然、まあ手伝いたかったんだけど、手伝えない状況じゃなくて、はい、ここ10年ぐらいかな、優子先生がこの業界サポートできるから、それまで日本航空にいたからさ、海外にいたんですよ。ですよね、年の半分ぐらいはね。だから最初は私自分だけで、自分とあとスタッフか、あ、自分だけとか言わないけど、うん、スタッフとやるね、まあ、先生の開業した時代、まあ、そう、時代背景がね、開業したのが良かったよね、はい、非常に少数派だったんですよ、はい、今大もう女の人がまずいなかったね、この。それはハリーと住所関わらず、そうですね、どっちも、どっちも、うん、今女性が多いじゃないですか。ああ、ハリーはどうですか。うん、ハリーとか、まあ、女性の女性が結構いるでしょ。本当か、でも少ないですよ。あ、少ないです。少ない。あ、そう。優子先生の世代どうですか。クラスの5分の1ぐらいが女性でしたね。ああ、そう。女性はですよ、5分の1。新旧本科はやっぱり女性が多いんでしょ。でもドクターとか歯医者さんとかすごい女性が増えてたよね。46、47、48、49、50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 、
とても気持ちいいです。気持ちがいい。はい。壺に入ってる感じ。はい。なんか無双です。ああ、そうですよ。この何ですかね。この音がいいですね。そうです、音ですね。音も関係してるんですよ。振動もね。そう。なんかこの動画僕見たんですよ。うん。なんか見た感じなんか適当にやってるような感じがするんですけど、うん、実際受けるとすごい気持ちいいです。いいでしょ。はい。まあ、適当にやってるって言い方失礼ですけど。そう、あの。うん、受けてね、受けると分かるよ、ね、受けると分かりますね。でも先生がもう絶対もう狙ってるなっての分かりますね、うん、あのそのポイント、うんうん、だからよく体のこと知らないとですよね、できないですよね、できないですよ、ですよね、まあ、聞かないよね、うん、使うこと自体は問題ないと思う、うん、だから針を使って針と呼吸とか、そう、死を呼吸とね、うん、侵入したりとかを呼吸正解するのは、うん、まあ、法律的には違反ですね、うん、そう、 うちで販売してますよ、これこれ、ぜひね、はい、購入して、はい、披露にするんでね、はい、おいくらですか？1万円になってます、はい、特別にね、はい、あります、ね、あ、特別価格、じゃあちょっと検討します、検討してください、はい、ちょっと今日、お持ち合わせがないんで、大丈夫です、大丈夫です、押し売りじゃないんで、はい、十分なってきて、ね、学ぶものがあるから、最初からね、そんな先入観持っちゃダメだよ、やっぱり自分の中でいろんな失敗も経験してね、うん、成功体験も経験してやっていくことだからさ、なんか今それをすごい勉強してるんですよね、うんうんうん、だから本当に今の社長に本当に感謝してて、そうですね、そう、その感謝の気持ちが大事ですよ、はい、だから本当に、うん、だから僕辞めた後どこも雇ってくれなくて、うんうん、と本当にもう自暴自棄にやってたんですよ、はいはい、本当自分の存在価値って何なんだろう、あ、分かります、分かります、まあ、通勤でもね認めてもらえなかったらショックだよね、本当に、うんうん、この業界辞めようかなって思ってたんですよ、はい、でそんな時に今の社長に拾ってもらったんで、はい、で本当今の社長には本当感謝してるんですよ、はい、もう本当にもう命の恩人なんで、そうですね、だからそれを忠義を尽くしてください、はい、だからもう絶対今の会社でかくして、うんうんうん、うん、やっぱり、うん、もうそれが恩返しだと思うから、素晴らしいですね、だってもう社長実は前回ここお世話になった時にもう退職が決まってたんですね、うん、実は、あ、そうなんだ、まあ、でももうすぐに決まるもんだと思ってなんですけど、うんうん、割とね蓋開けてみたら全然決まらなくて、うん、って思っちゃって、はい、でなんでっていう感じで、うんうん、本当にもう何社くらい結構受けましたよね、うん、受けても全部落ちちゃって、って思って本当に、うんうんうん、なんでって思ったんですよね、はい、本当に、まあ、そこにはたまたま合わなかったんだろうね、合わないというかあっちがさ、はい、まあ秋元さんが悪いわけじゃなくて、はい、やっぱりその、うん、お店に合った人を選びたかったんで、経営者がね、でもまあそんなことでショックを受けなくていいですよ、うん、よく考えたんですけど、うん、まあ、今の段階じゃないかもしれない、そう、今開業しても絶対無理だなと思って、そうですね、リスクがあるかもしれない、そう、リスクがある、もうちょっとそれ立ち上げたところとか見とけば、そう、勉強になるじゃないですか、あ、勉強になりますね、はい、だから今本当に楽しいですね、働いてて、ああ、そうか、全てが自分の肥やしになる感じですよ、はい、だからもう本当に、うん、確かにお給料は減るかもしれないですけど、それ以上に経験させてもらってるんで、そう、ね、そう、だからお金以上の価値を買ってるような、その通りです、だからね、でもね、秋
萩本さんとはすごいご縁があって、はい、まあ、広院長のそういうね一つ一つの素晴らしいところが染み入ってるから、はい、これはこれであの萩本さんの能力というか実力というか、はい、あのまあ先ほどね、はい、その自分の師匠がね、はい、なかなか見つからないっていうのもあると思うんですけど、はいはい、まあ院長には技術面とかでねいろいろ教えてもらってもいいし、その社長様はこう人間的にもね素晴らしい人みたいなので、はい、まあ昔の武士じゃないけどね、忠義を尽くしてやるっていうの、はい、いいと思うんですかね。だから結局言われたのは、はい、それって秋元さんしかでけへんやんって言われたんですよ。まあそうだね、あの要するにあのみんなができないと、ね、そうだね、みんなできないと、それもあります、ね、確かにそうだなって思って、うん、その通りですね、うん、そう、その通りなんですよ、チェーン展開してるんだよね、その通りです、ね、その通りなんですよ、もうすごいスッキリしました、なんか視界がすごく開けて、はい、なんかなんだ、今までの悪夢から覚めたような感じ。悪夢から覚めた。すごいいい表現ですね。はい、これちょっと実際に顔の顎のラインとかどうですか。あ、なんかね、すごいすっきりして、なんかお顔のお肉が取れた。うん、あと メンタルとか精神的にはどうですか。なんか最初モヤモヤしたりとか言ってたり。いや、もうすっきりして、うん、もう視界が本当開けた感じですね。うんうん、なんかもう。本当悪夢から覚めたような。まさに。まさに悪夢。ありがとうございます。いえいえ。今日良かったです、ね。ありがとうございました。はい。